俳優の上木隆之介、29、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫、月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は15日、第120話が放送される。いつま、宮野守が連れ、来た、資産家の長森、中川博士は、万太郎、新木の、缶の出版や、標本の保存に投資をしたいと去る、出る。そして、季節は、 夏から秋へ、竹尾、子孫淳と、佐久間由衣、藤丸、前原瑞希は酒蔵を買い取り、杖と移ることに、万太郎もある決意を固め、朝ドラ通算108作目、日本植物学の父と称される、の、富太郎をモデルに、江戸末期から昭和の劇の時代を生き抜き、明るく草花と向き合い続、他、主人公、牧野万太郎の人生を描く、 脚本は、NHK、行官房、群情領域、旅やお帰りなども手掛け、注目の劇作家、おさだいくえし。新木の朝ドラで、和2007年度前期、どんど晴れ以来16年ぶりに作目。初主となる。男性主人公は20年度前期、エール、久保田忠以来3年ぶり。主題歌はシンガーソングライのアイミョンが担当し、楽曲は、愛の花。 語り、女優の宮崎葵が務める。